格闘場は、現在の宮崎県海老野市格闘にあった平山城。伊東市の資料には、里市頭城と記されている。海老野市指定史跡。飛行53メートルほどの独立した丘陵城にあり、城の周囲が断崖となっている溶害の城。また北側にあった鍵がかり口は、鍵がかりうどと呼ばれる絶壁であった。南東の大手門を守る城として、 新城が西方の徳泉寺に通じる徳泉寺口を守る、位置に河山城系の屋敷が存在した。東に4キロメートルほどの場所にある飯野城とは連絡路で結ばれており、その路上には西から大名神城、家門城、宮野城の順で3つの類が存在した。大英年間に北原氏が正木院小田村の山に区東城として築き徳万城の市場とした。 A65 年に北原氏が滅ぶと、島津氏の所有となり、島津義弘により、中臼区と新城郎を加えられ、それらを縄張りに加えて、格闘場となを改められた。川上忠友を上代とし、義弘の性質と客氏の鶴樹丸を住まわせていたが、元気3年5月4日に、木崎丸の戦いが起こる。伊東氏の軍勢は、川山城系の屋敷を攻撃後、 鍵がかり口から城を攻撃する。ただともは、東野義方が率いる飯野城からの援軍らとともに、伊藤軍を退けた。天正四年に、鶴寿丸が八歳で病死すると、城中に墓を作り葬った。現在、城へ向かう途中にある墓石は、明治元年頃に、新島式に改築されたものである。また、義弘は、飯野城近くの地頭刈り屋があった場所に、 鶴獣丸の供養樹を植えており、現在もいいのの大長として残っている。現長年の一国一条例により廃城。ありがとうございます。